夢の始まりか、終わりか日本のバンドが中国での初舞台に挑む。ストロベリーミュージックフェスティバルでの IMP 一体何が起こる舞台裏の真相に迫る。ストロベリーミュージックフェスティバルの熱狂が明日に迫っています。IMP との待ち遠しい出会いにワクワクしています。このイベントはあなたの世界の頂点への旅の始まりとなるでしょう。 最高のパフォーマンスを披露し、観客全体の心をつかんでください。生徒での素晴らしい成功を祈っていますハッシュタグ IMP。ハッシュタグストロベリーミュージックフェスティバル。中国の会場で皆さんに会えることを楽しみにしています。楽しい写真はリハーサル中に撮られたものでしょうか素晴らしいステージで、すでに IMP。 の輝きが光っていますね。初めての海外公演。いつものかっこいいパフォーマンスを楽しんでください。応援していますよ。中国の旗世界への第一歩です。日本からも応援しています。世界一かっこいい IMP を中国の皆さんに見せつけてください。かっこよすぎて暴れてきてくださいね。2024年4月は。 世界へ飛べが大きく飛んでった歴史的な瞬間です見逃せませんよ IMP ストロベリーミュージックフェスティバルいよいよ明日ですね最高のパフォーマンスで会場を魅了してください日本からは全力で応援しています世界に羽ばたいてくださいいける方は羨ましいです世界一かっこいい IMP を日本から応援しています 素敵な写真、ありがとうございます。世界一かっこいい。IMP。大好きです。日本でお待ちしています。楽しんできてください。素晴らしいライブになりますように、最高な一日になりますように。日本から応援しています。その瞬間を心から楽しんでください。素敵なステージですね。雰囲気を楽しんで全力で出してくださいほど近い日本からも応援していますわら。IMP、頑張れ 大好きな7人が中国で思いっきりぶちかませますように。そして何より海外フェスを楽しんできてください日本からも応援しています。ストロベリーミュージックフェスティバルへの興奮が高まる中、IMP は新たな舞台への挑戦を迎えています。中国のチェンドゥで行われるこのイベントは、彼らにとって世界の頂点を目指す旅の始まりとなるでしょう。 明日の舞台での最高のパフォーマンスは観客全体の心をつかむことでしょう。彼らが持つ情熱と才能を最大限に発揮し、聴衆を魅了することを願っています。この歴史的な瞬間に IMP はすでにキラキラと輝いています。初の海外公演に向けて彼らのエネルギッシュなステージングとカリスマ性を期待しています。 日本からも熱烈な応援が送られています。IMP のファンたちは彼らが世界一かっこいいバンドであることを中国の皆さんに見せつけることを期待しています。そして世界中のファンは彼らの勇敢な冒険を見守ります。彼らが最高のパフォーマンスを発揮し新たな扉を開くことを願っています。また、 舞台裏のリハーサル写真を通じて、ファンたちは IMP の興奮を共有しました。彼らの楽しみと興奮は、まさにイベントが待ち遠しいことを物語っています。このイベントが成功裏に終わり、IMP が世界への扉を開くことを願っています。彼らの未来に期待しています。では、あなたは IMP のパフォーマンスを楽しみにしていますか 彼らが世界へと羽ばたく瞬間に立ち会えることを願っていますかそれとも彼らの舞台裏の努力に感銘を受けましたかどのような反応を持っていますか共有してください。ストロベリーミュージックフェスティバルへの期待が高まる中、IMP が明日のイベントに向けて準備を整えています。 このフェスティバルは彼らの世界的な成功への第一歩となるでしょう。会場の心をつかんで最高のパフォーマンスを見せてくれることを期待しています。IMP の成功を願っています。中国の会場で待ち遠しい一日がやってきました。IMP は世界への挑戦に胸を膨らませています。その準備は整っており、 彼らのファンは彼らの魅力的なパフォーマンスに期待を寄せています。彼らが今まで以上の活躍を見せることを願っています。中国のファンは IMP の姿を見ることを楽しみにしています。リハーサルの写真を見る限り会場はすでに IMP の輝きで満ちています。彼らの初めての海外公演で彼らがどのように魅了するか待ち遠しいです。 日本からも彼らの成功を心から祈っています。IMP は世界一かっこいいグループとして中国のファンに見せつけてくれるでしょう。彼らの圧倒的なパフォーマンスに期待が高まります。2024年4月は IMP にとって歴史的な瞬間となります。彼らの飛躍を見逃すことはできません。世界中からの期待が彼らを後押ししています。 日本からも熱い応援が送られています。彼らのパフォーマンスが最高のものになるよう願っています。その瞬間を楽しみにしています。IMP の素晴らしいパフォーマンスを心から楽しみにしています。彼らの魅力的なステージで全力を出し切ってください。日本からも応援しています。IMP には日本のファンからも熱い応援が送られています。 彼らが中国で大成功を収め、海外フェスティバルを存分に楽しむことを願っています。このイベントが IMP にとって素晴らしい一日になることを祈っています。彼らのファンは彼らを全力で応援しています。彼らの勇士を見ることができることを楽しみにしています。最後に皆さんに質問です。 あなたが IMP のメンバーだったら、海外公演で何をしようと思いますかまた、あなたが海外フェスティバルに参加する機会があったら、どのバンドやアーティストのパフォーマンスを見たいですか楽しいトークをして、コメントを共有しましょう。ストロベリーミュージックフェスティバルへの道のりストロベリーミュージックフェスティバル その名前だけでも何か魔法のようなものを感じるでしょうかイメージは鮮やかで音楽の共演が待ち受けているような気がします。しかし、このフェスティバルは単なる音楽祭ではありません。それは夢を追い求める者たちの旅の始まりでもあるのです。ここで舞台に立つということは世界の頂点を目指す旅の最初の一歩を踏み出すことと同じです。 この場で最高のパフォーマンスをすることができれば、きっと会場全体の心をつかむことができるでしょう。そして、そこでの成功は、あなたの心に深く刻まれることでしょう。もうすぐ、チェンドでの素晴らしい成功を祈っています。このフェスティバルでは、IMP の輝きが一層際立つことでしょう。初めての海外公演、 いつものかっこいいパフォーマンスを思い切り楽しんでください。私たちはあなたたちを応援しています。いよいよ世界があなたたちを待っています。しかし、この道のりは簡単なものではありません。挑戦の連続です。そして、それは単に才能だけではなく、努力と決意も必要です。しかし、私たちはあなたたちの隣にいて、 力強く応援しています。世界があなたたちの才能を見せつけることを心待ちにしています。日本からも心からあなたたちを応援しています。世界で最もかっこいい IMP を中国の皆さんに見せつけてください。そして、その輝きを私たちにも届けてください。明日、最高のパフォーマンスで会場を魅了してください。 日本からも全力で応援しています。世界に羽ばたいてください。